さて始まりましたファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク。皆さんこんばんは、佐藤大樹です。はい、さんお疲れ様です。はいはい、番組スタッフのものです。はいはい、今日も LDH メンバーの X を番組の公式 X からリプライして行う宣伝活動を行っていきます。やりましょう。今回取り扱わせてもらうのは、はい、ファンタスティックスのメンバー中島聡太さんの、お、そうちゃんね、4月2日の投稿です。はい、それでは読み上げます。はい、みんなのおすすめの曲はソタ。シンプル。以上です。これだけこんな投稿してたんだ。はい、この投稿にですね、はいはい、大地さんから番組宣伝を入れながら対応していただこうと思います。はい、ではお考えください。はあ、おすすめの曲だもんね、かつ宣伝入れるんだもんね。まあ朝飯前ですよね、こんなの。はい、 OK です、決まりました。背景、ソタ殿。僕は春が来てもシュクシュクと一人で寂しくラジオをやっています。僕のおすすめの曲は桜庭雄一郎さんの一人ぼっちの歯ブラシです。この曲は僕が大好きなドラマの中で流れている曲でした。とても面白いので今でも見返します。そのドラマは向こう殿、立ち寄り。これでいきましょう。なかなか長いですね。いやいや、文句言うな文句言うな。わかりました。ではこの内容で後ほど番組の公式 X からリプライしておきます。お願いします。さあ、先週もお伝えしましたが、こちらは番組から言われて仕方なく行っている活動ですので、ファンの皆さん、クレームはくれぐれも NAC5 にお願いします。僕にはもう言ってこないでください。ということで始まります、ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク。ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク。改めまして、 FMNAC5 をお聞きの皆さん、こんばんは。ダンス&ボーカルグループファンタスティックスの佐藤大樹です。ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク、この番組は僕佐藤大樹の苦手意識を克服していくという名目でお届けしています。ということで、早くも第3回なんですけども、反響がすごいね。うん、何よりこう X でみんながリアルタイムで聞いてくれてるツイートとか見たり、あとね、番組の公式 X をフォローしてくれる人もたくさん増えていて、なんか皆さんの愛を感じてますね。この番組やってよかったなって思ってます。ということで、今日はいきなりフリーメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム、横浜市のリオちゃん、22歳の女性の方ですね。大樹くん、こんばんは。初回放送でタチって呼んで言っていたけれど、立ち呼び私は慣れません。もし立ち呼びしなかったら大樹くんファン失格ですかね。泣き泣き、犬みたいで可愛いなって思ったけれど、私はやっぱり大樹くんって呼びたいです。そうなんですよね、これ初回放送で僕が急にね、これからタチって呼んでくださいって言ったら、まあ、めちゃくちゃびっくりされたわけですよ。急にタチみたいな。でも中には早速ウィキペディアを書き換えてくれて、愛称はタチってね、もう番組放送中に書き換えてくれた人もいて、僕も嬉しかったんですけども、さっきねウィキペディア見たらね、消えてた。消えるなんてことある？消えるってことだよ、誰かが書いてくれたのにまたそれ上書きして、こうなかったことにしてしまった人がいるってことだから、中にはタチって呼びたくない人もいるんだなって思ったんで、あのこれは強制ではありません。今まで通りね、大樹くんとか大樹ちゃんとか呼んでくれていいです。でも中にはタチって呼んでくれる人もいたら嬉しいなレベルなんで、こっからね、皆さんお好きに僕のことを呼んでください。まあもちろんね、あのこの番組ではタチって呼んでほしいです。はい、それで僕も言ったんで、で僕なんか調子乗って、あの初回放送の時に X のプロフィール欄にも愛称はタチって自分で書いちゃいましたから、嬉しくて。でもなんかよくよく考えたら恥ずかしくて消しました。だから気まぐれで今後も書くかもしれないですけど、このラジオの中ではタチって呼んでください。ということで、それではまずは1曲聴いてください。これね、結構ファンじゃない人から人気の曲なんですね。ファンタスティックスでパノラマジェット、お届けしたのはファンタスティックスでパノラマジェットでした。FM NAC5 佐藤大樹の
ッチマイク。79.5FM ナックファイブ、タチこと佐藤大輝がお届けしているファンタスティックス佐藤大輝のボッチマイク。さて、初回放送で僕がですね、このラジオのリスナーネームを決めたいと話したところ、なんとね、とんでもない数のメールが届いて、たくさんの候補を皆さんからいただいたので、今日はいろいろご紹介しながら絶対に決めたいと思います。今日決めます。僕はせっかちなんで、行き急いでるんで今日決めます。これから行こう。ラジオネーム、みゆちゃん、26歳ですね。こんなのはどうでしょう。タチのダチ。おい、いきなりいいぞ。タチのダチ、いいね。韻も踏んでるし、パッと見のなんか字面もいいですね。タチのダチネーム、みゆちゃんさんみたいなことか。おー、いいですね。さあ続いて、ラジオネーム、リン、かっこ沢田大好きさんからいただきました。友達。おい、センス爆発してる。友達いいね。友達とかけてね、と僕の相性のタチと。友達ネームなんとかさん、あーいいですね。この耳障りがいいもんね、友達。はい。さあ続いて、ラジオネーム、かえでさん。タチマイクラバーズ、略してタチラバ、または待機マイクラバーズ。おー、どうでしょう。この2個送ってくれてるね、嬉しいですね。ラバーズというのは愛好家や恋人たちという意味なので、リスナー全員が大輝を愛しているボッチマイクの愛好家であるという意味で考えました。いいね、タチラバ。僕はどっちかといったらタチラバの方が好きだね。タチラバネームなんとかさん、楓さんみたいな。僕のファンの人やっぱセンスがいいよね。うすうす感じてたんだけど。さあそして、ラジオネーム、ハイブリッドメンチカツさん。かわいいね。リスナーネーム、愛席ネームというのはどうでしょう。いいね。タチのお迎えいいですか、愛席ネーム。おい、キャッチコピーなんかつけちゃって。嫌いじゃないよ、愛席ネーム。そっか、僕は一人でやってるから、その向かいに座ってる感覚でラジオ聞くみたいなことか。愛席ネーム、ハイブリッドメンチカツさん。このハイブリッドメンチカツっていう名前もいいですよ。なんかハガキ職人目指してますみたいな、ちょっとね、貪欲さがあっていいですね。アヤナッツさん、ラジオネーム、ぼちめん。おー、シンプル、ぼちめん。ぼちめんネーム、アヤナッツさん。おー、いいね。メッセージはこちら、え、沢本夏樹をよろしくお願いします。知らないです、そんなの。これで、これにより却下ですね。このメッセージにより却下。ラジオネーム、ひらがなのまきさん。お、ちょっと待って、52歳の方、嬉しい。幅広いね。ぼちら、あ、いいね。メッセージ、たちくんこんばんは。ぼっちというワードが可愛いので、シンプルにぼちらはどうでしょう。ぼちらね。あ、ぼちらネームなんとかさん、おー、いいね。さあ、はまっこのゆたっちさん。リスナーネームは、かまちょでどうでしょう。あ、いいね。一人ぼっちだけど、かまってほしいよみたいな、寂しがり屋の総称、かまちょ。かまちょネームみたいなことか。最後かな、ラジオネーム、ただの猫好きさん、26歳。お一人リスナーはいかがでしょう。おお、ぼっちの別の言い方、お一人様とリスナーをかけた造語です。シンプルイズベストということで、ご検討いただけると幸いです。硬いな。お一人リスナーなんとかさん、おー、いいですね。まあ、僕が選んだのはこの中から一個決めていきたいと思いますね。だってね、これずっと使うやつだもんね。よし、決めました。はい、ボッチマイクのラジオネームはこれに決まりました。発表します。愛席ネーム、イエーイ、これでいきます。ちょっとね、これ理由はパッと見た時に結構ね、ひらがなとかカタカナが多かったんですけども、これだけ結構漢字だったんですよ。でちょっとんって思ったんだけど、よくよく見ると愛席ってすごく素敵だなって思って、一人じゃないよっていうことですよね。一緒にこう目の前に座ってくれてるっていう感覚があるので、なんかファンの皆さんの愛を感じたので、この愛席ネームにしたいと思いました。ということで、僕のラジオの、ラジオリスナーネームは愛席ネームに決定しました。
本当ね選ぶの大変だったんですけども、これからはこの名前と向き合っていきたいと思います。ここで1曲お届けしたいと思います。急な角度で失礼します。 JO1 さんでトリガー。はい、先日発表された通り逃走中ザ・ムービーに JO1 のメンバーとファンタスティックスのメンバーが出させていただけるんですけども、このね JO1 さんの中で僕が一番好きなのがこのトリガーという曲なので、今夜はこの曲を聴いてもらいました。 JO1 さんでトリガーでした。 FM ナック5ぼっちマイク、ぼっファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク、タチがお届けしているファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク。ここからはこのコーナー、ぼっちの流儀。ぼっちが苦手な私佐藤大輝が、明日からぼっちが怖くなくなる一人行動エピソードを紹介するコーナーです。それでは早速紹介していきたいと思います。ドキドキするな。愛席ネーム佐吉さん24歳。私のぼっち行動はぼっちゲーセンです。時々無性にクレーンゲームをやりたくなってしまう私は、友達と行くよりも一人で行った方が集中できるからという理由で一人でゲーセンに行きクレーンゲームをやりまくります。申し訳ない、僕ねぼっちゲーセン大好きなんです。特にメダルゲームの才能が僕半端なくて、今ね渋谷のゲーセンに2500枚でしょ、新宿のゲーセンに2000枚貯蓄があるんですね。はい、却下です。やったことあります。続いては愛席ネームゆいさんからいただきました。私のぼっちの流儀で欠かせないのはやっぱり片耳イヤホンです。はい、片耳イヤホン。この4月で社会人2年目&上京2年目になりました。おめでとうございます。普段ぼっち行動ばかりの私は常に音楽を聴きながら買い物などをします。良くないとは思いつつもなかなかやめられません。わかる、俺もね一人で街歩くとき必ず音楽を聴くもんね。わかるよ。大輝くんは普段買い物などどうやって行っているんですか。そっか、片耳イヤホンってそういうことか。両耳だと音を完全にシャットダウンしちゃうから外の音も聞こえるように片耳イヤホン。へえ、これはねでも僕もやってるから不採用ですね。まあでもちょっと質問来てるから答えようか。普段買い物はどうやって行っているんですか。ネットショッピング半分、店で買う半分かな。うん、全然ねネットでも僕買うんですよ。それこそ昔スニダンさんの CM にねみちょぱさん2人で出させていただいたことがあるんですけど、それ以来めちゃくちゃスニダンで買い物するようになって、あとはお店で原宿表参道渋谷とかメンバーのケイトとかよく2人で買い物行ったりしますね。うん。さあ続いて愛席ネームビーズクッション爆発さん41歳の方、嬉しいですね。これ面白い。何？ディズニーランドのスターツアーズは最初お客の中から一人スパイを探し出し画面に顔が映るのを知っていますか。知らない。私はこのスパイに選ばれたいがために一人でディズニーランドへ行き合計12回乗りました。乗りすぎだろ。無事にスパイに選ばれ満足して帰りました。世の中にはこういう人もいます。ちょっと待って、この人僕より変わり者ですね。面白いよ。知らない。何、スターツアーズは知ってるよ。スパイを一人探し出し画面に顔が映る、ちょっとこれ興味あるんだけどやってみたい。僕ねディズニーのね番組を2年間 MC やってましたから、ディズニーランドは大好きですよ。でもねこれを知らなかったな、恥ずかしいな、恥だな。ちょっとこれ面白いかも。ちょっとブログとかで報告するかもしれないし、このラジオでね何より一番に報告したいと思います。素敵な情報ありがとう。愛席ネームリコピンチッチさん、大輝くんこんばんは。私は一昨年公開された貞子DX を一人で見に行きました。これあれだよね、カズマ出てるやつね、ランページのカズマ。はいはいはい。私は映画館にはポップコーンはマストなので、なんとか音を立てないで食べることに必死でした。ポップコーンの音をごまかして食べるコツは、映画の音量が大きくなるタイミングで食べること、もしくは誰かが食べている時にどさくさに紛れて食べることです。わかる、めっちゃわかる。これ僕ねメンバーの木村圭人に誘われて映画行くんですよ。で感動ものを見たいとか彼が言うんで、隣の席に座って一緒に見た時にもうねおえつぐらいするレベルで圭人が泣いてて、
もう鼻水ジュルジュルで、僕その瞬間ね、あ、今度から映画は絶対一人で行こうって決めました。もう嫌だって思って、特にケイトとは絶対に行かないと思ってね、めちゃくちゃ泣いてたんですよ。それも何で泣いてたんだっけな、君の膵臓を食べたいとかだよね。結構感動もの、びっくりするぐらい泣いてて、それからというもの僕は一人で映画に行くことにしました。はい、でもこのポップコーンはすごいわかる。僕もねやっぱ気にしいだから、こう見えてめっちゃわかるよ。リコピンチッチ、リコピンリッチかごめんなさい、リコピンチッチだと思ったらリコピンリッチだった、ごめんね、愛席ネームずっと間違えてごめんなさい。でもねこれわかる、でもねこれも経験しちゃってるからダメです、却下です。さあ最後かな、愛席ネーム奈々さん、17歳、若いね、ありがとうございます。最近ショッピング帰りに初の一人ラーメンに行きました。おお、一人ラーメン。高校生なのもあって周りの人たちに驚いた目をされたのですが、誰とも喋らずひたすら美味しいラーメンと向き合って時間を過ごすひとときがとっても心地よかったです。17歳でしょ、すごいね、誰とも喋らず、喋った方がいいよ17歳なんて。可愛い服が変えたことも相まって QOR 爆上がりしました。 QOR って何、クオリティオブライフの略だって。げー、知らなかった、やばい、ジェネレーションギャップだ、恥ずかしいな。大輝さんもぼっち飯たくさん行ってください。またインスタグラムのリールにアップしてください。そう、僕インスタグラムやってるんですけども、そのリールでぼっち飯あげてますよ。そういえばでもね、あれは一人じゃなくて友達と行って iPhone で撮ってもらって編集してあげてるから、実質ぼっち飯じゃないんだよね。だから今度あげてみるわ。ラーメン屋だったら僕一人で行けそうな気がするんで、これにしよう。僕これ挑戦してみます。一人ラーメン行ってみたって言ってハッシュタグぼっち飯でインスタグラムのリールにあげます。公約掲げます、インスタグラムのリールにあげます。ありがとう。では最後にもう一曲お届けします。ファンタスティックスでギリギリライドイットアウト。79.5 FM ナックファイブ、ファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク、お届けしてきました。ファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク、早いものでエンディングです。いやー、第3回にしてね、もう自分のものにしている QOR 爆上がりですねQOL でしたね、ライフなんで。これねちょっと恥ずかしい、なんか声の面白いかも。大輝くんこの言葉知ってますかとか、最近の世代では流行ってるこれ知ってますかみたいなお便りもね送ってください。僕読み上げたいと思います。さてこの番組ぼっちマイクから嬉しいお知らせがあります。今回からですね、毎週メッセージを送ってくれた方の中から抽選で3名の方に僕のサイン入りナックファイブステッカーをプレゼントしたいと思います。ご希望の方は住所やお名前を忘れずに記載お願いします。さあ記念すべき初めてです、今回初めて当たった3人の方を紹介したいと思います。愛席ネーム奈々さん、そして愛席ネームハイブリッドメンチカツさん、そして愛席ネームビーズクッション爆発さん、この3名に決定しました。ありがとうございます。そしておめでとうございます。ここで僕ファンタスティックスからお知らせです。ライブ CD 4月17日、明日ですね、ファンタスティックスのライブ CD ファンタスティックスアリーナライブ2023ホップステップジャンプライブ CD が明日発売になります。こちらはね、去年行ったアリーナライブのライブ音源を CD 化したものなので、皆さん特別なものになると思います。あなたのお耳の恋人にふさわしいんじゃないでしょうか、聞いてみてください。そして7月19日金曜日より全国ロードショー逃走中ザ・ムービーに僕佐藤大輝、そしてファンタスティックスから中島颯太、瀬口玲也が出演させていただきます。これは JO1× ファンタスティックスね、夢の共演となる映画なんですけども、すんごい映画になってます。もうハンターがえぐい数出てきますよ。皆さんの知っている逃走中ではなくデスゲームになるんですけどね、ぜひ夏休みは映画館でこの逃走中ザムービーを楽しんでもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。さて番組ではポッドキャストも配信しています。毎週の放送終了後アフタートークをお届けしています。今日の内容は何だろう、なんかねフリーメールもたくさん届いているので、そこにちょっとね触れてみたいなと思います。皆さんこちらもお楽しみに。ということでファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク、ここまでのお相手はタチコと佐藤大輝でした。
それではまた来週。